じゃあの久保です、えー、今回の動画はですね、まあ、吉谷さんにちょっとメッセージなんですけども、NHK の集金の方がいらっしゃったんでしょう。で、前回もお断りして、今回もお断りして、ちょっとそれはないんじゃないかなと思うんですよ。うん。で、今回ね、物申すということで、じゃあ、そんな時どうすればいいのって形ですよ。えー、吉谷さん、よく聞いてくださいよ。自分の都合が悪かった。NHK さんが来た。例えば、お風呂に入ってる時、裸ですよね。 でもピンポーンって来てちょっと話をすることができたわけじゃないですかっていうことはじゃあ何月何日の何時からちょっとアポイントメントを取りましょうって言ってで来てもらえばいいんですよでその時に30分ぐらいちょっとね手続きにかかると思うんでいるものを用意しときますからってこちらから提案するんですよ そしたらワクワクしてその日 NHK の集金人さん来ると思うんですよねできっちり契約しながら自分のことを話して、ね、NHK も集金も大変でしょうってああいっぱい断られてるんですよね最近は政党までできちゃってやりにくいですよねいや僕はねテレビ持ってないけどもその活動に敬意表を表して払いますっていう感じで契約するんですよで自分のビジネスのことをちゃんと喋ってくださいね、まあ、そうすると、うん、吉田さんその NHK の集金の方は結局ね3ヶ月ぐらいで退職しますから あっちこっちって嫌な目にやって NHK の集金なんてやってられんよなって感じで退職した時にいやーでもこれからなんかね仕事しないといけないしなどうしようかなってそういえばこの前快く NHK の料金払ってくれてしかもなんかビジネスのなんかやってる人がいたなちょっと行ってみようかなってなるんですよなる必ずなるんですよで必ずなりますんで NHK の集金人さんはね向こうからチャンスを持ってやってくる神様ですよ まさにお客様ですよ。お客様が神様ですよ。お金をどん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 、あの、お支払いしてくれるお客様は神様なんですよね。まあ、そういう気持ちでやってみてください。でね、あの、ちゃんと2回チャンスロスしましたよね。ということでございました。ちょっとライブ放送だったんですいません。関係ない方もいるかもしれませんけども、まあ、久保哲郎がそんなことをね、バカなこと考えてるなと思っていただければ幸いでございます。それでは、失礼します。